オーステンデ包囲戦は80年戦争中に行われた包囲戦の一つ。1601年から1604年まで続き、近世ヨーロッパ史上最長の包囲戦となった。オーステンデは沿岸砂丘と海に囲まれた都市であり、南高不落であったため、南部ネーデルランドにありながら、スペイン軍の攻勢にさらされることなく、ネーデルランド連邦共和国の拠点として機能していた。 そのためスペイン軍は、オーステンデに備えるための兵力を準備しておくことを強いられ、そのための多大な費用を支払い続けていた。1601年、ネーデルラント総督、アルブレヒト・フォンエス・ターライヒ大公は、オーステンデ攻略を決意し、6月5日に12000の兵士でオーステンデ包囲を開始した。スペイン軍は、オーステンデ南西部の砂丘に、工場重宝を備え付け、 急行越しに北西沿岸の防御施設へと砲撃を行った。これらの防御施設が位置している砂丘は満潮時にも水没しないため、占拠することができれば都市内への効果的な砲撃が可能であると同時に海上補給路の一つである急行を封鎖することもできた。方位下のオステンデを南東から俯瞰した図。左上部にスペイン軍工場重砲陣地が見える。 スペイン軍は1602年1月7日夜に北西沿岸へと野襲をかけたが失敗し、少なくとも2000名の損害を出した。この野襲の失敗以後、スペイン軍が強襲を試みることはなかったが、南西部に高台を築き、高所からの継続的な砲撃を行った。また、イタリア人技術者、 ポンペオ・タルゴーネが開発した新兵器軍による攻撃が南西部や東部から行われたが、一つとして効果を上げることはなかった。ポンペオ・タルゴンが開発した新兵器軍一方、守備隊側は進行を通して継続的に補給と増援を受け取ることができ、また補給部隊に随伴して市民の見物人が訪れ包囲戦を見物することもあった。こうした、 降着状態は、アンブロジオ・スピノラが到着する1603年、夏まで続くことになる。スピノラは1603年9月29日に、包囲軍の指揮権以上と、財政負担、1年以内のオーステンで攻略を、約束した傭兵契約を結び、オーステンで包囲戦の指揮を取ることとなる。スピノラは、軍事的経験をほとんど持たないにもかかわらず、書物から得た知識と、 強大な財力を活かして包囲戦を進展させ、兵士たちからの信頼を勝ち取った。スピノラは北西沿岸への塗装を試み、1604年4月に北西沿岸を制圧すると、夏には都市の外壁を攻略、守備隊を都市内部の要塞へと追い込んだ。守備隊は死体すら用いて内部要塞を補強するなど、必死の抵抗を見せるが、頼みとなっていた海からの増援は、 季節外れの嵐によって阻まれ、さらに8月22日には、嵐と高潮で要塞の補強部が押し流されるなどの被害を受ける。こうして窮地に追い込まれた、守備隊はついに降伏を決断。隊長のダニエルでヘルタイングとスピノラは交渉を開始し、1604年9月20日、3000人の守備隊はオーステンデを退去した。ありがとうございます。